こんにちは、山根森です。今回はですね、1分程度で話しますね。そもそもコロナなんですけれども、もしあったとしてもそれが感染力あるかどうかが大事なんです。これ様々な環境によってね、コロナウイルスがどのくらいの期間感染力を持っているのかっていう実験があります。例えばドアノブなどの金属では、最大5日間、感染力は持つと言われています。新型コロナウイルスだとすぐに実験できないので、他のコロナウイルスで調べた研究があります。で、ボールペンなどのプラスチックではですね、マックス9日間、感染力を持っています。で、木材は、マックス4日間ですね。紙ではマックス5日間。中国でですね、お札をすべて消毒するといったよくわからない政策を見かけましたけれども、お札もね、5日間ほっとけばウイルスは勝手に感染力なくなっていくので、ほっとけばいいんです。よく処置とかで、医療従事者が使うラテックスグローブは8時間以下。ガウンでもね、マックス2日間はコロナタイプのウイルスは感染力を持つと言われています。それではお家でもこの辺を気にしながら、消毒とかされてはいかがでしょうか。今回は以上です。